えー、埼玉県大宮の鈴木歯科院です、えー。このケースはまあ八重歯ケースですね。ここから今犬歯が出てる時期のまあこれ、えー、もうここが大人の歯が生えてきてます。犬歯がちょっとまあ生えるのが、えー、まあ少し遅めで逆に奥歯の方が生え変わってますけど、まあこれ五年生ぐらいですね。 で5年生の時に来て、えー、だんだん刃になってきてるからというケースですね。まあこういうのは小でで広げて,くっていくう感じですねこういう入れ歯のような感じでこうやって間がくっついてるんですけど毎週毎週回してってだんだん広がってく。 別にこの歯列がバカでかくなるわけではないんですがまあこれである程度これはあの、えー、小学校6年生から中1ぐらいでフィニッシュするんですが中1ぐらいですね、えー、まあこの歯がこの歯がこの歯ですねここは7番目の中学校1年生ぐらいで入る歯ですがまあこういう感じで 大きさそんなに変わってないんですがでも微妙に拡大してるんですそうじゃないとこうやって歯が収まりませんのでねこういう感じで結構ガタガタだったんですでこれで、えー、まあ並べてですねこういう感じで大概こうやって上が刃でガタガタの子っていうのは下もガタガタですからえー、まあごめんなさいここはちょっと 割れてししままいましたがここもガタガタタでしたここに本当は内側に入った歯があって、まあ、上から見ると、まあ、ガタガタして右側のこの右下の剣士も、まあ、刃になって生えてくる上下の刃左はまあまあ綺麗なんですけども右が全然余裕がないなので上下で拡大ですあのこの床矯正と書いて小矯正で拡大まあ小児矯正はねこういうことが多いですね でだんだん大人の歯並びになっていくと、えー、大人の矯正つまり第2段階治療とか第2期治療って言われて矯正ってあの小学校の低学年の頃とかは第1期治療第1段階矯正の治療で、えー、こうやって56年生になって大人の歯に生え変わってきたら第2期治療それで値段がまあ最初35万から40万ぐらいで。 えまた第2期治療行くとまたその倍払ってくださいっていう感じでまあ80万から100万円かかっていってしまうっていうのがまあやっぱり結局強制料金が発生するんですけどで特にやっぱりこういう女の子とかはですね最まうちでも第1期治療で10歳ぐらいの時にじゃあここである程度1回ストップです。 やりますかやりませんか続きはまたえお金がかかるんですけどって言って辞めちゃったえ学生があのもうすでにもう高校生でもうものすごい刃になってる子なんていうのは結構見ますんでえそうなるとちゃんと第二期治療まで行った方がやっぱりいいですよねとまあそういう経験から僕の場合はうちの院は。 普通に第1期治療第2期治療っていうのは別に区別なく普通にもう来たら小学生だったら普通にそれで、えー、40万円台ぐらいで値段がもうそれでそのまんま中1ぐらいまで見ちゃいますねもちろんこういう大人の歯の歯並びのもう5年生6年生中学校1年生もちろん高校生とか大人の女性ももちろん、えー、40万円台でそれで とにかく直してしてまう、まあ強制の他の友達からするとちょっと損なんじゃないっていう話になりますがでもまあ僕としてはまあそれでもいいよとあのー、それで何かこうこのままガタガタになってっちゃって諦めちゃうんだったらそれかこのままガタガタになってですねやっぱり罰し強制になってしまうっていうのはあまりにもちょっとかわいそうだなということでなるべく罰しをしない強制っていうのをまあ えー、床矯正やってる先生とかっていうのは多いですね僕もそれに賛同してるタイプですでももちろん抜抜歯歯しななきゃいけないけはやっぱり抜矯正ですね、あのー、特に女の子だしこれ結構すごく歯が大きくてガタガタですからすでにもう高校生ですし20代ですし、えー、もうこれはさすがに抜歯ですねじゃないと出っ歯とかいややっぱこれは治らないなっていうぐらいっていうケースもありますねであとは えー、話をちょっとワイヤーに戻してです、ね、まあこのケース床矯正が終わってある程度拡大してもう刃も生え変わったし拡大もしてスペースもできたなでも前歯ガタガタこれはさすがにまだ整ってないなっていう時にうちの場合は普通に白いワイヤー矯正で、えー、白いワイヤー矯正だからといってまた値段が上がるわけではないです。普通にこれであの全てが 40万円台で収めちゃってますけども相当難しければ50万ちょっといくかなぐらいですがあのまあ普通にこれででいてよく見てください他のホームページでも YouTube でも検討してみてもらって比較していいんですがうちの場合はワイヤーも白いしブラケットも白いし前歯だけが白いっていうのはよくあるんですが後ろ銀色銀色っていうのがまあ全部白くしてます。 まあこれはやっぱり目立ちたくないという方が多いんで、で YouTube でやっぱり白い方があ、こういう方がいいなっていうことで皆さん好評ですから、でいて早いんですね。マウスピース矯正より全然早い。マウスピース矯正の100万より全然半額ですから、半額以下ですね。まあそういう感じで、えー、あとは抜歯しない。いろいろ考えて、で、えー、こういう白いワイヤー矯正、 抜し,しない矯正あとはマウスピースで矯正後に固定するでこの固定のマウスピースの費用が安い安くないとサボりたくなってきてお金がかかんだったらじゃあサボっちゃう終わらせてしまうで後戻りして崩れてしまう、えー、それになったら嫌じゃないですかやっぱりあの矯正はですね 強制が終わった後のことも考えてください強制の後に後戻りしてトラブってしまう、えー、トラブルが発生するもう一回強制しなきゃいけないまたお金取られちゃう、えー、そういうことはまずうちの院というのはないですけどもあのー、こういうマウスピースサボんない限りあとはマウスピースに関しては費用が安いんでこれは僕が作ってるから安くなるんですがあのー、で 定期検診の時に取りに来てもらったり宅急便で送ったり、えー、それであのもう渡していくような感じ普通はあの5000円ぐらいかかっちゃうんですこういうの上下だったらこれで1万円かかってしまう1か月後また交換しますとで今日は調整料3000円ですってなったらもう簡単に5000円の3000円で8000円とか50005000の1万円の3千で1万3000円1万5000円,円あのかかってしまう これをあと3年間マウスピース続けてください。4年間、5年間続けてくださいって言うとかなりきついですよね。あのかといってじゃあ入れ歯でっていうと入れ歯だと入れ歯だと動いてしまう時があるんです。あのマウスピースの方がかっちりハまるから絶対動いてないっていうのが分かるじゃないですか。サボってないんです。私ちゃんと真面目にやってます。ハマるし。あのこれがやっぱりあの本人も安心ですから。 あの僕としてもねだからやっぱりマウスピースでカチッとこうはまってた方が安心ですね、えー、そういった意味で僕の場合はですよマウスピースで矯正後のリテーナーとして使っています入れ歯はまあまれですねでもこれでリテーナー使ってる先生もいますけどね はい、まあそういう感じで、まあ、委員それぞれやり方がありますが、えー、YouTube とかホームページとかカウンセリングをいろいろ比較検討して、えー、決めてってください。